ひどい。あのバッタどもに収穫前の稲や作物を残らず食い尽くされたのであろう。若、近隣の村々を見てまいりました。どうであった？ネズミに電波タを食い荒らされるなど、原因は違えど、どの村も災難に見舞われております。中には流行り病に侵された村もあり、国境にある土地ほど被害はひどく、徐々に領内に広がっているようです。やっぱり鬼神の仕業かな。俺たちがあいつを打ち損ねたから。確かめねばなるまい。地獄堂へ行くぞ。おじぎでございます。どうかこの子に一かけらの食べ物でも分けちゃもらえませんでしょうか。梅か浅吉、まだまだあっからよ。よく噛んで食え。この地を治める者として約束しよう。決してそなたたちを見捨てはせぬ。無縁の巻。わあ、すげえ。どこもかしこも真っ赤っかだ。ドロロ。おっといけねえ。ここには化け物の大事に来たんだったな。この辺りの山で何人も襲われてるらしいんだけど。変だな、秋の山なんて初めてじゃないのに、なんでこんなに。ん？そっか、一人でいた時は生きてくだけで精一杯だったもんな。オイラも食べやった。え？オイラにくれんの？ドロロの分。兄貴がオイラに食い物を。兄貴、季節にはな、春夏秋冬ってあるんだ。うん。今は秋でな、秋になると山の中が真っ赤に染まるんだよ。真っ赤って言っても鬼神の色とは全然違うと思うぜ。見てると何とも言えずいい気分になるんだ。そういうのを綺麗って言うんだよ。うん。オイラもさっき知ったんだ。兄貴もいつかきっと見えるようになるさ。山だけじゃない、お日さんとか雲とかいろんな綺麗なもんがさ。うん、うん、うんうんって本当に聞いてんのかい。うん、だからもっと聞きたい、ドロロの話。兄貴、なんか変わったな。うん、うん、やっぱり変わったよ。出会った頃とは大違いだ。オイラも兄貴と話したいことがいっぱいあんだ。でもまずはその前にバケモン大使だな。バケモンを探してんのか？なんだよあんた。そう、身構えんなって。俺もな、バケモンを殺しに来たんだ。え？俺はサイの目のサブロータってんだ。半年ほど前からこの山で奴を狙ってる。手強い奴でな、何度もやり合っちゃこのありさまよ。
なんでそこまでして？奴にオッカーを食われたのよ。目の前でな。オッカちゃんを。今でも忘れられねえ。あの時からここにぽっかりと穴が開いちまったようさ。あんた。その腕、あんたも奴らに手ひどい目に遭わされたみてえだな。さぞ恐ろしい思いをしたろう。行こう、ドロロ。奴は決まった日にこの岩場に現れる。今日がその日だ。大丈夫、兄貴は強いんだ。必ずおっかちゃんの仇を討てるさ。ああ、頼りにしてるぜ。来る。なんだ、あの体。いろんなもんが混ざってる。鬼神。やるみてえだな。なんでバケモンと一緒にいんだよ。そいつはおっかちゃんの仇だろ。バケモン殺したところでおっかは帰っちゃこねえ。だからよ、代わりにこっちが奪ってやるのよ。山を通りがかったやつはみんなこいつに食わせたぜ。誰もが助けてくれって泣き叫んでよ。そいつを見てる時だけはここが埋まる気がすんだ。あんた、殿、地獄堂で妙なことが。時折、鬼神像の一つから鼓動のごとき音が響くのです。かすかではありますが、間違いなく。あの菩薩像が砕けた時、はっきりと感じたのでございます。12の鬼神のうち、あの子を食い損ねた者がいると。菩薩像が砕けた今、殿との約定は破れました。この国の安寧の時は終わりまする。ドロロ、ドロロ。兄貴、はあ、そうだ、オイラたち、あっこから落ちて。あいつ。ドロロ。なんでもない、今起きるよ。ダメだ。ドロロ。心配すんなって、そのうち抜けら。違う、下だ。
じゃ無理だ、兄貴。なら。もうすぐだぞ、おっか。この山を越えれば医者のいる町だ。すまないね、サブロータ。いずれ俺はこいつで成り上がる。そしたらもう獣の皮なんぞ売る必要はねえ。せいぜい楽させてやるよ、サブロータ。サブロータ、サブロータ、次だ。次のやつを連れてくる。あるいは俺を食らうか。ダメだって、壊れちまうよ。兄貴の大事な腕だろ。大丈夫、こんなの自力で抜け出してやるよ。覚えのある声がしたもんでね、間に合って幸いだったよ。体が欲しいのか。欲しい。なぜだ。俺のものだ。来てたのか、騎士。なんだ、お前もここに穴が開いてんのか。だが無駄よ。していざとなった。帰った。しょうがない。
行くぞ、サブロータ。敵討ちだ。助けてくれ。みんなそうじゃねえか。やめろ！なんでだよ！なんでおめえは逃げねえんだ！怖えだろ！なら叫べ！泣いて命乞いしよう！俺はお前のようになりたかった。でももうなれねえ。人じゃないから。前の化け狐の時と一緒だ。鬼神を倒したのに体が戻らねえ。Thank you.
背負った因果からは逃れられねえか。なんとも難儀なことだよ。これもまた因果か。